あの冷凍したやつにしようかな、待って。平気だよ、だって昨日来てたんだから。マジ足早い。え、だから周りを焼けばいいんじゃないこれ。ねえ大丈夫だって、薬味で。今日は無理なんだよ、今日はブリシャブ。私ならちゃんと火入れるかな、それか叩きなら。この周りを火入れるね。あー、なんかこれね、実は丸々1匹買ったの。丸々1匹を買ってめっちゃ安かったな。じゃあちょっと行きます。そうだよね、これが。こんな感じ。こんな感じだったね。いや、皮焼いたから、いいんだよ。どうやって取んの？あ、なんかうまそう。美味しそうです。軽く包丁で剥く。どうやって？あ、剥ける。いや、ありでうまいと思う。じゃあちょっと切りたいと思います。
骨がうざいな。閉めんの？本当？閉めるとは どういうことなんだ。初めて魚をこんなことすんの、うん、とりあえず閉めました。うん、もういいかな。大切にあの レシピすることないね。繊細なんですね、魚って、うん、こういいかな。じゃちょっと切りますよ。骨が、あ、来た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 、これだ、これこれ、これだこれだ。味見します。ほらこれだよ、カツオ。いただきます。いや一口だけだから。いただきます。うん、あ、おいしい。うん、全然新鮮だよ。うん、うまい、うまい。けど糸、あの針、骨が、うん、おいしいです。あの骨がね、骨が昨日だったら、え、そんな一日一日で全然違うの。え、これは食べるために、食べるたびに切った方がいいんじゃない。食べるたびに、どう思う。ここまでは
カツオのたたきにして、こっからここまではなめろうにしようかな。え、もうカットしちゃう？え？明日とか、まいちゃんおはよう、ありがとう。えみちゃんおはよう。今日中に、え、今日の予定はブリなんですよね。マジか、今食うかも。え、なめろうだったらどう？これなめろにしよう、残り、うん、いやでも美味しい、美味しいんですけど、なんか独特な匂いするのもカツオのあれじゃない？ありがとう。いちくんありがとう。うまいけどな。なめろう、いや魚だったら何でもできるっしょ。分かんないかな。え、普通にさ、え、うまいんだけど、スーパーで買ったやつより全然。これ生きてましたから昨日。生きてましたから。なめろう、そうだよね。なめろう作るか。うまっ。甘くて美味しいよ。あそこの近くに住んでる人たち。だってこれさ今4切れにしたよね。これ全部で300円だからね。300円、これの、これでっかいの4切れで生きてた。しかもすごくない？見せてあげるわ。私が買った魚ね、ですね、あ、これや、これ、このでっかいカツオ、これです。めちゃくちゃ新鮮。これ昨日ですよ。でこれ、あの友達、もうでかすぎちゃって、もうこれ何キロなんだろう。めちゃ、あの5、6キロとかのほんとでっかいやつ、あの友達と半分こして、そう、300件ずつで、こんなにいっぱいの量ですからね。